50代60代になるともう板挟みになるというか、その子育てということもあれば、またはご両親の介護だったりとかっていう問題もね、人によっては出てくるような、で会社でのその立ち位置だったりとかも含めて、そうするともうやっぱりこういろんな重圧がかかってきた時にやってらんないって放り投げたくなっちゃう、ちゃぶ台をひっくり返したくなっちゃうようなことってやっぱり出てきたりする時代というか、その年齢の層っていうのかな、でも、あると思うんですよね。でやっぱりそういう人たちがやっぱり直面するのは、例えばだからその子育てもそうですけど、今度介護から今度はそのご両親の死、いろんなやっぱりこう今まで考えなくてもよかったようなことを考えなきゃいけないようなタイミングに入る。でいて、人によってはもうそろそろね、自分の体の状態によっては自分もそれこそ就活じゃないけれど、やっぱりこう考えるような年齢に入っていく、こう初めのね、という人もいて、だからやっぱり今までとは全然違う状態状況にこう何て言うかな、身を置かなきゃいけなくって、でそういう中でどう心持ちをこう保っていくとか、バランスを取っていくとか、または死というものについてどういうふうにこう捉えていくとか、やっぱりこう今まで考えたこともないようなことにちょっとこう僕の視点からね、こう光を当てて、よりこう軽やかに、ね、やることはたくさんあったとしても、それを楽しくどう受け止めて行動していくか、そういうことの、ね、こうヒントを、お伝えできればいいかなというふうに思ってます。はい、先生と先ほどお茶先生の中で、はい、うん、たとえ1日でも、はい、たとえ数時間でも、うんうん、最後の時にどうあるか、どんな気持ちであるかで、全くその先が違います。そうです、そうです、はい、つまりいわゆる亡くなった後の死後の世界っていう表現をよくしますけど、そのあの世とかって言ったりもしますね。ここは死ぬ直前の意識、死ぬまでの意識、死ぬ前の意識っていうのかな、これがすごく大きく関わってるんです。なので簡単に言うと、軽やかなクリアな意識で亡くなるのと、重たい塞いだ意識で亡くなるのでは、その先の行く次元と表現の方がいいのかな、まあ、場所次元がまた異なってくるんですね。なので重ければ重い世界に行きます。簡単に言うと、軽やかであれば飛翔して軽やかな世界に行くわけですね。だから1日であったとしても、この人生に感謝して、ああいい人生だったなって少しでも感じられる人生と、今までが良くても死ぬ直前になんだこんな人生みたいになるのとは全く違う。だから終わり良ければ全て良しって言い方がありますけど、でも本当にその終わりの瞬間というのはすごく次の生、死っていうのは次に向けた生なんですよ。死の世界に、死後の世界に生まれ変わる体験なんですよね。なのでこの死ぬ前の意識が次の生まれ変わる次元にすごく大きな影響を与えている、っていう、こういうこともね、ちょっとお話できたらなというふうに思